あのマチュー先輩こういう感じで見てます。任せてください。いやー、こんな扱いしてええんかな、怒られてたよな。大阪まで来てこれやると思ってさっき負けたからね。しゃあないことね。4枚書いてね。はい、3、2、1。はい、皆さんこんにちは、こんにちです。はい、今日もですね、コラボ動画第2弾です。はい、前回見ました、マチュー先輩に勝ちました、私。はい、あそこでですね、笑ってるんですけどね、マチュー先輩に勝ちましたね。そのサーブまだ負けてない。あの、そのサーブ対決の後ですね、イナチン先生と対決をいたします。はい、まずですね、対決する前にイナチン先生を呼びたいと思います。イナチン先生、なんで元気をね、出したい42歳です。なんでへこんでるかは、イナチン先生の動画を見てください。はい、絶対ファイナルセットに行かないといけなかったんですけどね。はい、私心配しておりましたけども、ね、入れるだけのスライスが入らない。ね、スライス、スライス、実力です。はい、そのですね、スライス対決です。おそれはちょっと負けれないですね。僕の取り柄それしかないので。いや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 、あるじゃないですか、バックハンド。ない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 。そのスライス対決をですね、はい、今日はですね、私はイナチン先生に挑みたいと思います。よろしくお願いします。はい、やっぱりあのスライスのですね、あの名手です。ですので私はですね、何で勝てるかな、何で勝てるかなと、ね、あのスライスのね、ラリーの試合でですね、勝った方が勝ちっていう形でやろうかなと思ってたんですけども、今回はスライスのバウンド後、あ、はい、どちらが低く弾むか。なるほど。はい、という形であの対決をですね、挑みたいと思います。なかなかない対決ですよね。なかなかマニアックな対決。マニアックな対決ですよね。はい、で、そのスライスなんですけども、まあ、打つ前にですね、あのちょっとスライスどうやったらあの低くあの滑っていくようなボールが打てるかというポイントをですね、はい、あのお互いちょっとあのこうじゃないかなって。なるほどなるほどなるほど。ちょっと僕はこうだ、うん、私はこうだっていう形です、ね。はいはい、それぞれね、ありますもんね。はい、私から言っていいですか。どうぞ。はい、教えてください。私はですね、あの低く滑るスライスなんですけども、はい、まずポイント僕2つある。はいはい、まず高い打点で打つ。はいはい、高い打点で打つ。こう低く低い打点で打ってしまうと、やっぱり下からボールが上に上がっちゃうので、はい、バウンドしたら弾むんじゃないか。はい、なので極力ネットの高さを目安に、あのそのぐらいの高さでボールを打ったらまっすぐ打ってバウンドしても滑るんじゃないかと。はい、なるほど。それが1点目。はいはい、2つ目はあの極力ですね、ボールの真後ろを打つ。はいはいはい、こう打ったら上に上がっちゃうので、うん、真後ろをちょっと意識しながら打とうかなと思っております。なるほど、なるほどなるほど。はい、イナチン先生、人のを聞くと自分何やったかなと思いますね。そうですね、僕の場合は、はい、まず一つヨーロッパに留学してたっていうのがあるので、はい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 、クレーコートで結構相手の弾むボールを頑張って抑えようと家庭でスライスが上手になっていったっていうのがあるんです。なので、はいはいはい、あのよく言うか後ろから運ぶようにっていう形は当然あるんですけど、ボールに対してこう下からグッてくるボールをグッと抑えようとしたので結構上から入る意識があります、はい、イメージとしてはイメージの中では後ろから前っていうのはやっぱすごく大事にします。上から下だと単にカットするだけになってしまって、こう本当にこう薄い当たりでこうシュルシュルっていうのが上に上がっていくようなボールになるんですけど、イメージとしてはボールとラケットをぶつけるまでは少し上目から入っておいて、でそこから僕のこうイメージだけをこれ紐解きますよ。実際のこう指導の時にそういうかどうかじゃない、僕の頭の中のイメージだけだと、上からゴンって当たった瞬間にラケットのヘッドがキュッと負ける瞬間感覚があるんですよ。はいはいはい、ここでこう、まあ、横から見ると上からグッと入った瞬間にふにゃっと負ける感覚があって、で負けた感覚があった後グリップだけをギュル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 っとこう前に押しながら引っ張る感じが出ると、でめっちゃ調子がいいと思います。この負ける感覚がやっぱりないときは、ちょっと今です
ですかって。いやいやいや、まさにイナチン先生というぐらいの。いや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 、ね、では実際ですね、ボールを打ってどちらが弾まないか、なるほど、はい、対決をですね、はい、でそこでですね、審判忘れてました。そうですね、審判いますね、はい、審判いるので、はい、先ほど、はい、サイブ対決ですね、はい、私が勝ちました、はい、あらまあ、はい、負けたのですね、負け神ということで、負け神、ああそうですね、負け神のマチュー先輩ということで、そういう文化がありますから、マチュー先輩、すいません、あちらですね、マチュー先輩審判をしていただいてという形でどちらがこれが低かったかということをマチュー先輩に、なるほど、はい、判断をしていただくという形でいきたいと思います。了解です、はい、監督から聞いていただいたので、まあ負け心はしょうがないですね、負け心なんでね、負け心なんでしょうがないですね、それはしょうがない、しゃあないです、それはしょうがないです、別にこう、はい、僕らが年上からやらせるとかじゃないですね、おー、そうですね、そんなことはしないですね、はい、はい、負け心です、はい、すいません、すいませんマチュー先輩のファン、すいません、せっかく監督から聞いていただいたではですね、やっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、今から対決始めます。先攻後攻ですね、決めたいと思います。はい、連続5球打つという形でですね、マチュー先輩にですね、判断していただくという形でいきたいと思います。はい、じゃんけんで、じゃんけんで、はい、はい、じゃんけん、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、グー、ほい、よし、これ良かった。じゃんけん強い。では、後攻で、私は後攻でいきたいと思います。はい、お願いします。では、イナチン先生のスライスです。はい、ではお願いします。お願いします。5球連続で。おほほほほ。うまいっすね。うまい。では高校の私いきます。はい、お願いします。やっ、狙ったでしょうか。狙いました。すいません、微妙な高さです。はい。さあ、マチュー先輩のですね、判断をですね、仰ぎたいと思います。はい。はい、ではですね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。緊張の面持ちなんですけども、初めてですよね。こんな対決初めてやし、ね、ジャッジする人も初めてやし、ね、僕も緊張してます。本当にしょうもない動画なんですけどね。でもちょっとね、本当にちょっと細かいところなんですけどね、はい、これ結構大事なところなので、はい、どちらのスライスがですね滑っていたか、うん、ちょっと大阪で滑っていたらちょっとあかんのですけど、そうですね、どっちが低かったかっていうのをですね、マチュー先輩に決めていただきたいと思います。はい、はい、名勝負でしたね、はい、ありがとうございます。では勝った方ですね、はい、手を挙げていただくという形で、お、はい、3秒前がいいんですね、はい、3、2、1、あいやもうカモン、最後の1球の完璧すぎました。よし僕が選んだ理由はやっぱり弾んでからの、伸びが本当に低く伸びていく感じ、それで弾んでからこうスピードが増していくスライスで、はい、覚えてもらいました。あとは、一球僕狙われたんで、減点1ってことで。そうそこが大きかったね。その減点はでかいですね。
いやー、当てたかったな、あれな。当てたかったな、あれは。はい。ね、決めてたんですけどね、最初、当てるって。そうですね、今回は、イナチン先生にですね、負けましたけども、はい。入りました。はい。残念やな、これは。またちょっと次回ですね、関西の方でまた対決を。あ、もう強いもん。そして、マチュー先生、また、大阪に、もしくは私たちが関東に行った時ですね、ぜひぜひ。コラボ動画また対決したいなと思いますので、はい、皆さん楽しみにしててください。お願いします。はい、お願いします。はい、今回はですね、スライス対決ね、イナチン先生対小口、イナチン先生の勝ちということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったです。はい、じゃあ今からですね、コラボのですね、イベントの方に行ってきます。そうですね。はい。